バン・シン・イチローのここでものいですこの番組はフリーランスアナウンサーで大相撲取材歴がもう50年近くと言っていいでしょうか、うん、にもなろうという、えー、元文化放送のバン・シン・イチローアナウンサーが場所が終わったことに、えー、それぞれ思ったことを勝手に、えー、語るという、えー、ツイッターもブログもなしで、うん、えここだけが唯一のハケ口という番組でございますよろしくお願いいたしますじゃ思い切り排出しようかと思います、はい、よろしくお願いします,いしま,すまあ今場所あのセ、ー、ノの里の あの相撲を見て思い出したのはロサンゼルスオリンピックもう貴乃花というよりもロサンゼルスオリンピックそれは1980何年のですね57年の84年ねモスクワの次のやつですそうですそうですはい何があったんでしょうかモスクワの次はモントリオールあ違うか80がモスクワですねそうですね8084そうですねはいえとこれ山下とえ 柔道の山下、五段と金メダリスト、はい。あのエジプトのラシュワンが、シュワンが、決勝で対戦をして、はい、片足を痛めた<で>山下選手とラシュワンとの対決、ね、エジプトでしたね。そうです,うです、はい、右足のあのふくらはぎのところ肉離れを起こしてしまって、はい。 歩くのも本当苦しそうだったに対してラシは結局その右足を攻めなかったんじゃないかということでてなっましたねだけど後に山下さんは「いや右足を彼は攻めていた」っていうふうに答えてましたがまあそれはそれとして要するにあの怪我をして勝っても負けてもねまあ何か言われるっていうと変ですけどそういう難しい立場で最後の一戦を 戦ったというもちろん高菜原もそうだけれどね武蔵丸とねだけどもその山下とラッシュは万事休すというところから2番勝てるというところにまあ驚き驚きというところがすごさがあったかいもちろんね。いうところですね。まあ最初のところで本割で勝ったのもすごかったですけどねやっぱりなんといっても優勝決定戦でね勝ったのが特に右からの 投げ飛ばしてのことなげですからね。ねええ、まあ自分も上手になりしましたけど、あのですから、えー、そういう点でもまあ記者の差と一つ大きくなったなっていう感じはね。 ありますけれども、ね、まあはっきり言って金曜日の終わった時点でもう北の富士さんもあの杉山さんももうこれはやめた方がいいと休場した方がいいとまで言い切ってましたがそこから空気がねみんなちょっとこれはっていうもう終わっったた感があった中で、うん、そ,うそ,うそれこそあの高野花とあの対戦した武蔵丸さんがあの大相撲ジャーナルでね場所後の,あの言ってましたけど今4日目だけ休めばよかったんじゃないかと。 選手力また出てくればいいじゃないかってその14日目に、ええまあ、とにかく治すことにっていうかね、はい、あの治療に一生懸命当たってやればいいんじゃないかと、うんうん、お武蔵丸さんはそう言ってましたやっぱり武蔵丸さんは、まあ、あの怪我の人相手,相手に相撲を取るっていうのは武蔵丸の場合もだって2番取ったわけだから本割、はい、と。ええまあ あのケースは逆に言うと本割は武蔵丸勝って、はいでえー、決定戦で高野花勝ったというパターンだから、はい、今回とはちょっと違いますけど、ええ、まあそれでもやっぱりね怪我をしてる人間とまあ勝って当たり前と言われるし怪我してる相手に思い切り行くなんてひどいやつだというふうにも言われるし、うん、負ければ負けたので同情したのかとかね。はい えー力出せねえのかとかいろいろまたあのー、言われるし大変だなというねえまあ今回あの一番そういう中で逆風が吹いたのはテルノフですテルノフ、ね、あれに関してはいかがでしょうかうんあの十、ー、四日目にね、はい、琴いコトに変わって勝ったじゃないですか、えー、あの十番をかけた琴トショに対してで逆に言うとね勝負ってのはああいうもんなのかなっていう気もしたんですよさ、うん、確かにあのなんだお前と相手はねもう必死に 戦ってきてとにかく10勝しないと2桁勝たないと大関戻れないからってぶつかってくるのにね、ええ、当たりもしないで何だっていう確かにそういう気持ちはあるんですよ。はあ、大関としてお客さんに失礼じゃない,かっていうね相手にも失礼だしというのもありますけど、うん、逆に言うと相撲の勝負の勝ち負けの厳しさはそういうこともあるのかなと敗れた琴奨菊の気持ちになるとね。ええ つままり相手にそんな忖度しましたね同情をしたりとかですね、えー、え俺こんなに苦しいんだから相手を受け止めてくれるような大関らしいというふうな気持ちに、まあ、今、年の菊はなってないと思いますけれどももし甘えたとしたら<は>まずいわけでしょ、えー、だったら今年の奨菊ばったり前に落ちました、はあ。これが勝負の厳しさかと そうう思ったんじゃなないいかなという気がします私はこれ逆に相手が鶴竜だったらあの変化は大ありだと思うんですけども、うん、まあちょっとあの10番かけた琴奨菊に対してはまっすぐ <laughs>、うん、えぶつかって、まあ、どうせ勝つにしても、えー、真っ向から当たって琴奨菊を破った方のが琴奨菊にとってはその負けざまがいいというかやって全力で当たって散ったっていうところも周りの人も納得するんじゃないかなと。うん、ああいう負け方で 帰り先にできないっていうことになると、まあ九番勝ってるだけに。ええ、まともに当たって負けたのとああいう負け方では、ちょっと後味が違うんじゃないかなっていう感じをしました。ああ、なるほどね。すっかり万東一郎のここで物言いですよ、なくなった。いや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 。あのちょうど相撲の時にはね、まだ鶴竜戦やってないわけですよ。あの、稀勢の里は。そうですね。ね、そうすると、勝てば並ぶわけですよ。と負けると、また星、だって。 久野さんと確立に勝つかもしれないんですから、はい、分からないんですから、らどんな相撲を取るか。ええ、でもし、あの、そういうことがあれば、一つ差がついてしまうってことになりますから。はいえー、その意味では、まあ、必死にとにかく、戦ったというところもあるんじゃないですか。あの、ひやするつもりはありません。あの、寺の内も膝が相当悪そうに見えたの、ね。で <laughs>、うん、だんだん、ええ、あの、日にちを追うごとにね、終盤に入ると、やっぱりだんだんですよ、ね、ちょっとっていう感じは、はいうん。ただ、まあ、あの、外四つでね。 あの一気にこう,うわーっと持っていくあの迫力というのはやっぱりなかなかさすが先場所あれでどうして勝てなかったのかなと思うぐらいに,人のようにねえ、はい、なりましたよね。ということで稀勢、まあの里について言えばあの、えー、どうしても 硬くなったりプレッシャーがあるからっていうんで、ええ、あの意識的に表情を相撲あの土俵上で柔らかくしたりとかですね、はい、いうところがまあ先場所までかなり色濃く見えました、ええ、で今場所もまだそういう部分がちょっと残ってましたけれども、はい、ですからあの優勝した後のインタビューであるとか、ええ、それからあのスポーツニュースやなんかに呼ばれて時のインタビューの、うん。 ああいう、まあ、翌日のインタビューでもいいんですけど、はい、自然な表情っていうのが、うん、あこれはなかなかあの木曽の里は魅力的だなというふうに思いましたしねインタビューに答えるのもあのなかなかしゃれたことをていうとちょっと語弊があるかもしれませんけれどもあの素晴らしい言葉であの木曽の里は応対していたのでねですからそういう点でも、まあ、本当の意味であの魅力ある横綱になりつつあるなと。 いう感じはしました。うん。さて、ええ他の話もと思ってはいるんですが、次の話題いきます。次の話題。えっと、いろいろもったいぶってるみたいですね。そうですね。じゃあハットにしますか。これ注目している方も逆に最近はいらっしゃると思い最近はかなり多いんですよ。はい。でコンバはなんと言ってもね、記録がかかってましたから。服部桜としても、俺知らないでしょ。ええ。まああの一つ沢ノ富に。 はい。あの去年の九月ですけれども、勝ちました。はい。はい、それ以降ずっと連敗を続けていまして。はい。で、記録っていうとですね。ええ、これがあの、実は。えー、今、三十二連敗中なんですよ。はい。ね。ところが、一番相撲で、まあ。あのー。服部桜の場合は、二日目に一番相撲。先場所時点で三十二。そういうことです、はい、で、これが年六場所制になって。ええ、連敗の記録になるんですよ。あ、そうなんですか。三十三連敗というのは、今までどなたも。 本割ではないんつまりまあ向かあの前相撲からうんぬんということは関係なしに、えー、まあ本割で序ノ口から十三、はい、連敗に見事に見事にしちゃいけないんですけど、えー、記録を達成しました。 まあ今場所を伸ばしたことになりますす、ね、番あるわけですからところがね今場所、あのー、服部桜ね、えー、あ服部桜は7番だ、はい、だから3227と39連敗,に,39連敗、ね、になりました。はあはい、であのー 服部桜のライバルって私言ってますけれども澤野富士がね。ああ1勝唯一挙げているそうそうそうあの服部桜の一勝62敗のその一勝っていうのが連敗を止めた男っていうか一ね勝61敗か61敗一休みということですけど服部桜はねその一勝っていうのが澤野富士のそのデビューの時だったということを申し上げました去年の5月場所ですけれどもねそれ以降は澤野富士は 5回対戦して5回とも勝ってるわけですよあ失礼4回対戦して4回とも勝ってるで今場所また中身に対戦をして野富士が勝ちましたですから澤野富士はね今6勝37敗ということなんですってその6勝のうち5勝が服部桜戦ということなんですけれど今場所澤野富士はね1勝7敗なんですよ。 八番取った。んええ。まあたまにあのそういうことがあるんですけど、ね、そうね。の割の関係で余ってしまう場合に、あの十、ー、二日目、十三日目、十四日目と三日連続で取ったんです。これ三日連続で取るってことは、ええ、あの普通は考えられないわけですよ。二、うん、日連続はあってもね,ね。はい、えー。ということでまあ。 あの一、ー、勝七敗だったんですけども、はい、ま,まあ八番やっても、うん、あのー、扱い的にはまあ一勝六敗だ、そうそう、うね、それと同じことになるんですけれどもね、はいえー、という,うまあサーモフだったんですが、ええ、このハットリークラのねあのー、パラパラといろんな記事を見てましたら、あ記事あるんですね。いや B.M.I. っていうのが出てきたんですよ。はい、あえー、っとあの体脂肪率あよくわかるね。はい、体脂肪率を除いた体の、ええ、まあ あのす、ね、割合です、ねはい、ですすから体重キログラム割る身長をメートルで表すんですけどその身長の事情で割るという数字なんですがこれがね、えー、服部桜、はいえー、なんと18.5だったかなあ21。20 一でしたかね。あ、二十二だ。ごめんなさい。ですからね、これ普通体重なんです。超健康な超健康。私よりも少ないかもしれない。だからね、適正体重が七十一点二八になるんです。百八十センチだと。それは彼は七十キロでしたから、一点二八キロ少ないぐらいなんですね。痩せてるんですね。たまたまあのじゃあと思ってですね。キセノサトなんかどのぐらいかなと。まあキセノサはね、今場所ージョ百。 コンバショットはまあだいたい1月場所の前に測るんですけれどもね、はいはい、あの187センチで175キロ、はい、もう実際はもう180キロ超えてるんじゃないかという話ですが、え、うんはい、その175キロで、えー、これが。 適正体重は七十六点九三キロになるんですよ。百十ぐらいオーバーする。もう百七十五キロですから、七十七キロとすると、まあ九十八キロ。オーバー。ほぼほぼ百と。あ、肥満だなと。肥満四と。で、白鵬も当たり前なんですけど、白鵬も。適正体重八十一キロなんですけど、七十四キロオーバーと。あ、まあ、皆さんそうなんですよ。 でこれねあの体脂肪率を入れてないのでアスリートなんかは、ねはい、あの脂肪がへ少ないけれども筋肉,筋肉質で筋肉で重くなるんでね、はい、密度が高いとか重いですかねそ,それで肥満という形で数字は出ちゃうんですけれども、はい、実際には体脂肪率を勘案するとそういうもんではないというのはマーシャルでやってましたね余剰量が20%でしたっけ、えー、あそうでしたねはいで裏 はい、今場所大きくなったのは先場所あたりから少し大きくなったなと思いましたよね。先場所前に測った時は128キロと、えー、まあこれでもかなり大きくなりましたけど、はい、173センチで宇、はい、裏はどうかなと思ったらこれもあの適正体重65.84でまあ66キロと。<laughs> はい と62キロぐらい重たいとえ肥満度4という場合一番です肥満だってことになるそういうことですね裏でもねまあ背が低いからそうそう身長が絡んでますからねなかなかね同じ173センチで石浦がいるんですけどこれ全部調べてんですねちょっと話題になりそうなだけね一番あの幕打ちで軽いのがこの石浦の114キロ114キロの石浦は肥満度3 三。うん、最高肥満度の四にはなってないんですよ。ええ、これは六十五点八四キロさっきと同じですよね。それが適正体重なんですけど、ええ、百十四キロなので四十八点一六キロのオーバーに積んでいるということなんです。私百六十三キロなので、あのて適正体重どのくらいかなと思って調べました。百六十三センチですね。百六十三キロじゃちょっと。十三センチなんでええ、五十八点四五キロなので。 若干オーバーもだいぶオーバーし始めてるんでね気をつけなきゃいけないんです美容体重とかモデル体重っていうのもあるんですよね入力すると出てくるサイトがるんですよね計算するんですね美容体重163センチの方は53.14キロスリムな方ですねモデル体重っていうのはモデルとか女優のような方の体重でこれは47.82キロ163センチだとね というようよなざっとと調べた数字はそういういことになりましたなるほどじゃあ皆さんもぜひご自身の数字を出して頂くといいんじゃないかなまあお相撲さんって結局そういう中にあってね、うん、服部桜のやっぱり7 0キロは普通すぎると普通すぎる、はい、普通の適正体重といわれる普通人よりも少ないわけだからもうちょっと筋力体重<ー>なくても、ね、筋力つけてほしいなっていうとこは、ね、確かにあの白鵬なんかでもね入門したての頃は実は6 0キロ台だったわけですよ。はい でありながらあそこまで行きましたから、うん、まああとまあ18歳ですから, <laughs> からこれからまだ食べていただいて佐、ええ、野富士もそうですけど佐野富士若,、はい、若いですから16歳ですから、はい、頑張っていただきたいと、えー、まあ。 まるで春うららみたいな、そういう馬いましたよね。あの、勝てない。勝てないでね、あの、話題になったっていうのがね、ですから、もう、これね。うん。あの、服部桜さんも。そう。はい。一人桜。二勝目っていうのをね、ぜひと思いました。それから、あと、あの、五月場所、最後に、あの。え、友綱親方がね、引退という形。そうなんですか。定年です。そうです。そうです。定年なのでね、あの、六月生まれだ。 ですから5月は所終わってもっという形でねまあ割あ,、はいまあ、あ,あの現役時代によく会期ですけれども、はいえー、友沢親方とお話をして、はい、部屋にも、まあ、当時はまだ錦糸町にありました友綱部屋ですから、ねえー、今審判やってらっしゃいますよね。そそうううででですすす、はい、もも偉いんですけれども、えー、あのー 結構気が合うのでいろんな話をしましたが、はい、ですからまあ五月場所終わったらちょっと一緒に飲むかと、うん、飲むかというか食べるかという話をしてました。うんね、なぜかというと下校なんですよ。あ、そうなんですか。下校って人結構お相撲さんで多いんですよ、ねはいうん。でまあただ友達さんの場合には、えー、海王とか、えー、それから極天王ですね、はい、があの優勝した時には、えー、同じ部屋ですからね、親方、えー、として一杯。 飲まざるを得なかった。その時だけは先週だった、ねあ。そうなんですね。ええ、形だけなんですね。まあ、一応形だけとは言いながら飲んだらしいですけれども、ね。友田さん、で、あの、明晰はどなたが継がれるんですか。これね、あのー、極点と、方が、はい、あのーえー、部屋を継ぐと。はい、ういう形になりますね。で,すはい、で、え十、ー、一代目。友綱ということになります。ですから、はい、モンゴル出身力士では、まあ、初めての、うん。 親方と親方、うん、ってあの部,屋部屋を持つ親方ってことになりますね。はい、ですから大島と面積変更するとなるほどまあ去年あたりはね随分いろんな話がね噂としてあちこち出てましたけれどもね,うね、はい、どうやら極天王さんということでまず<ー>、うん、間違いはないようです。なるほどそそそれからのそうそう えっと今場所活躍した力士といえばまあ高安ありますけれど、はいええ、その他にあの田村がやっぱりね、はい、32歳で、うんえー、ここまで強くなったっていうのは、はい、本当にあの素晴らしいなと思いました。はい、これあのたまたま雑誌をあのー、見てましたらね、志保、ええ、山さんが うちの親父つまり元関脇鶴ヶ峰の,、はい、の先代の井筒さんですけれども、はい、32歳になってから相撲は変わるものと、うん、こういうふうに言ってたんですって、えーえー、つまりもう一回力が出るように32になったらなるんだと。はい、で玉鷲文字通りその通りということで、うん、ああのー、そうなのかということでただ自分はあの大野松さんは。 もう三十二のとあの対談相手のね、はい、えもうすでに親方やってましたということで、うんうん、まああのー、まあオーマスラオさん、そうですね、高野、はい、花なんかももう。 三十になった時はもう親方でしたからね。うん、あの若い時に対応してますからね。玉鷲のあの勝ち越しインタビュー。良かったですね。表情がね。そうですね。はい、のあの普段から非常に穏やかな。うん、あの方なんですけれども。はいえー、でにこやかなね。そうですね。でありながら、相撲となるともう一皮向けて。うん、あの突っ張りといいね。前に出る力。 これはもう本当に素晴らしいものありましたよね。あの土曜日はあれですよ、ええ、あのう、九の里が鶴竜にああいう負け方をして、ちょっと暗い終わり方だった。ところで、放送終了間際に、この山梨のインタビューで、非常に明るいインタビューで、ーでね、なんか。いい感じで、したが。あと、あのー、私ね、千代の国にも、ちょっとね。ね千代の国頑張りました、ね。頑張りましたよね。九、はい、勝六敗。6敗でしょ前頭六枚目。で、千代の国は、あの三、ー、打目までね、怪我で。 落ちて、そこから這い上がってきてるわけですから。重量二回ぐらい落ちてますか。なんか行ったり来たりして。重量とかじゃなくて、あの、しかもね。怪我が一回じゃないんですよ。もう何度もして。で、卓球とかでした。そうで、卓球だけじゃないんですけれどもね。で、その怪我をしていながら、場所途中でね。怪我をしながら、その後も出たりなんかしてるんですよ。で、そういうことも含めて、あの、死体を落ちて、え、まあ。 3段目まで落ちて、はいえー、ということでねこれはもう、えー、まあ3段目はいっぺんにさすがにね、あのー、7戦前勝で、えー、次の場所も幕下へ戻りましたけれども、はい、一旦その前頭の上の方まで行って、えー、いながらね、えー、こういう形になるというのは、うん、いやこれはなかなか相当なやっぱり あの精神的な強さって言いますかねこれを持っているなというふうに思いました、はいはい、球場がね確か、あのー、関節脱臼というので球場が、えー、3回、はい、それから、えー、太ももの二頭筋損傷のためっていうのが1回あ、はい、1> それから右の、まああのー、かかとの骨ですね、えーえー、その骨折とか。 それから座で両膝の半月板損傷というので球場も1回ありますし<ー>、えー、それからあ半月板はあのー、もう一度ありますね右膝ロッキングもさらに加わってということですからすす、ね、半月板損傷で 2>,、はいえー、2回あるんですよね。えー だからそれで三段目まで落ちてやっぱり気持ちの強さというのも持っているし普通、そういうふうに足を痛めるとなかなか上上,上がってこれないんですけれどもね、はい、相撲っぷり見ても非常にあのきびきびした相撲でほらいいなとおちょっとこれから先も見ていいいいきたいなという,ふうに思いますね6枚目9勝6敗ですから次は上位戦ありますね、もちろんね楽しみですねそうですね。 とということで今、ええまあ、場所、白鵬が、まあ、あの早々にちょっと休場になってしまったので、はいえー、盛り下がるかと思いきやという場所でしたが、えー、白鵬のけがの方はどうなんですかちょっと心配ででああるんですかまあ、確かにね、はい、ただ、まああのー、ね伝わってくる話では、えー、巡業の中ほどからは出てくるかという話も出てくるぐらいなので、ええ、多分、まあ、来場所は大丈夫だと思いますけれどもね、はい、右の足の裏、まあ、簡単に言うとすりむいてとていうか剥がれて、えー、しまって。 とというこででねねそれは場所前の稽古なかなか大変だったんですけれどもそう、はい、そうそういえばね、はいえー、高源氏が今度来場所を新十両ということになりますが、はい、これはあの、えー、双子力士なわけですよね、はい、高野花部屋でねお兄ちゃんと、はいえー、この高源氏お兄ちゃんと一緒にですねしょっきりやってるんですよね。 あ、そうですね。ジンクス破ったと。破った。っきりやってるとなかなか上上がれないとまあ栃錦がねょっきりやってたけど横綱まで行ったからまあそこで破れてはいるんだけどそういうジンクスはねでも高源氏がそういうことでいろいろ今度はまた双子ですからいろいろな話で技を出そうと新しい。 局面を開こうううといよな話はね双子ネタをいろいろやろうかなという話も伝わってきてますんでその意味でもちょっと巡業も楽しみに。注目ですねとも楽しみですね。ああいうたいですね。ということですね。でもう一つ来場所の三役って関してなんですけどもまあちょっと東の三役は安泰でしたが正代11敗とそれか前頭三枚目ぐらいまでが軒並み2桁ほど えー、東西とも破れてるっていうことで、うん、これはどうなるのかなと、えー。はい。どうなりますかね。兄弟の小結び、西の小結びが来るところですが、うん、代わりに誰が入って？誰が上がりますかね。うん、まあ兄弟もね、あの序盤はそれなりにあのあなかなかいい相撲だったんですが。まあ赤に初日勝ってますから、ね。そうなんですよね。うん、ええダモンで五栄道にも三日目勝った時には、ね、これはいいぞと思ったんですが、はい、うんちょっと中盤以降。 勝敗なかなか上の方がいませんのでね。関脇で負け越して小結びに落ちて今回11敗っていう状況、えーはい、うその下が勢い1枚で 10, 10敗前頭に高野井は9敗、えーはい、3枚目宝富士8敗ということで。 アロマシは九勝を最後しましたしね。はい。次勝ち越しが青山前頭六。六、うん、枚目の八勝の枚でさすがにね、小結びまでは飛んでいかないと思うので。東も三段たるで、一枚目、ね、竹風十敗二枚目総国来十一敗三枚目松鳳山十倍。うん、で四枚目の吉風で八勝あ吉風ですかね。遠藤五枚目八勝な敗、うん、だから中央の国の六枚目の九勝六敗 まあ、可能性なくはないんですよね。はい、えー、い風の2枚上の8勝7敗よりもいいかもしれませんねそういう点では、まあ、ちょうど並ぶ形かなうんあーまあなんとも言えないところでは あるんでですすが難しいですねちょっと最近は幕内上位陣とこう関脇との入れ替えが激しいので、はいはい、どうなるかなというところでありますあ沖ノ海の8枚目の10勝5敗もひょっとしたらというところはあるかもしれませんけれどもねそうですね、うん、三役くると負けしてまた落ちるという,、ね、そ,うそれの繰り返しですからねいずれにしましても、はい、え今度5月場所、あのー、この大阪場所もね 早くからもう売り切れで即日完売でしたよね。はい、もう2時間半ぐらいで売れてしまったんですよね15日間のがねが全部ね、はいえー、一席の方はね、ええ、でもう当日売りなんかも朝の前の日の午後7時から並んでるとかね、はい、いろいろな方いましたけれどもね、うんまあ、また五、あのー、月場所は大変なお客さんであふれ返るんじゃないかと思います。